いよいよ長州力、信州松本でミスタープロレスカービーベースとの対決のチャンスをつかみました。入場してまいります。先のシリーズで初顔合わせを済ませました長州でありますが、試合後ハーリーレースに長州長州と叫ばれまして、好敵手としてレースに認められました長州力。今回シングルマッチの対決は残念ながら実現いたしませんが、元世界チャンピオンから世界に通じるリキラリアット、そしてサソリ固めをパーフェクトに今夜決めたいところであります。長州力アニマル浜口チーム入場。さあ今度は反対側のコーナーから元世界チャンピオンハーリーレイスとマーティージュネッティのコンビ、アメリカでは師弟の関係にあります、このアメリカンチームが入場してまいります。さあどういう表情でやってまいりますか。相変わらず自信と風格を漂わせての来日、ミスタープロレスハーリーレイス先頭です。長州にはアメリカンスタイルの凄みと良さをたっぷり味合わせてやるぜとばかり貫禄の差を見せるこの男ハーリーレイス、世界の宝を落ちましてもいわゆるこの重厚なレスリングで試合をぴしゃりと締めるあたり抜群の貫禄であります。さあハーリーレイス軍団に今度はザ・グレート歌舞伎が一緒に入場してまいりました。さあアニマル浜口と長州力がいきり立っておりますが、この対決にはザ・グレート歌舞伎リングに登場するなと言わんばかり長州力、怒りの表情でザ・グレート歌舞伎に抗議を行っておりますが、言うことを聞きません。ザ・グレート歌舞伎完全にセコンドに入りました。我が陣内とばかり3人の陣営であります。さあ両チームの紹介、今夜は師匠ハーリーレイスとのチームです。実力発揮官マーティージュネッティ、さあミスタープロレスアメリカンスタイルレスリングのお手本ハーリーレイス、ハーリーレイス、久々のベストパートナーであります長州とチームを作りました浜口、長州長州力。さあ勝負の方は45分の一本勝負でありますが、最初からちょっとこの松本大会荒れ模様、意外な戦況になりそうな気配でありますが、竹内さん、はい、ハーリーレイスマーティージュネッティのチームにザ・グレート歌舞伎がセコンドというのは驚きましたね。これをですね、長州は相当気にしてますね。相当気にしてますね。今勝負が終わったばかりのザ・グレート歌舞伎であります。セコンド黒ずくめ。さあこうなりますと長州力の気持ちがこの2つに分かれてしまいますね。そうですね、やっぱりレースへの一つの、ライバル意識とですね、はい、歌舞伎に対する一つの像、これがやっぱり微妙に交錯してきますからね。そうなんですね。さあどのような展開になるんでしょうか。長州力が一旦エプロンに出ました。そしてザ・グレート歌舞伎をコーナーに戻れと言っています。さあハーリーレースがこの流れを冷ややかに見つめておりますが、マーティージュネッティの表情も乱乱とした目つきになってまいりましたが、まだ歌舞伎はセコンドに入って動きません、動きません。今陣を左側に取りました。これをじーっと見つめる長州力。さあゴングが鳴りまして勝負が始まりますが、上樋口レフリーのジェスチャーを待ちます。両陣営、さあ勝負だ、今始まりました。45分の一本勝負、先陣を切ってマーティージュネッティ、そして親分宅の長州力、まだザ・グレート歌舞伎の動きをちょっと見つめておりますが、マーティージュネッティは相手じゃないという姿勢を見せてハーリーレイスを呼び込んでまいりました。さあハーリーレイスと長州力で幕を開けます。いよいよこの対決です。まあファンにとりましてはこのシリーズ最大のカードじゃないですかね。そうですね、やっぱり夢がいっぱいのゴールデンカードですね。そうですね。さあ場外でありますが、さあ長州力とハーリーレイスがまず取っ組み合いを演じています。場外、長州力が今中に入りまして、ハーリーレイスに取っ組み合いを見せたつもりで、どうやらグレート歌舞伎の方に視線を合わせてますね。そうなんですね、完全にこの乱闘に紛れて歌舞伎への牽制を送りましたね。さすが長州力であります。この辺りの長州力の頭の良さと言いましょうか。まずハーリーレイスを場外に送るような格好を見せて、目先の方はザ・グレート歌舞伎を見ておりました。この勢いでザ・グレート歌舞伎 2,3 分後ろに下がってしまいましたね。そうですね、さあここからが先の外に出ましたね、はい、さあここからが勝負であります。ハーリーレイスと長州力、黒いトランクスが躍動する長州力、元世界チャンピオンハーリーレイスをうまく捉えて自分のペースにまずは序盤戦取りました。この流れはどうですか。そうですね、今のところやっと長州力を突きを取り戻したようですね、
まあ、それだけこの前回のシリーズでハリー・レースが、長州力を意識したのはどうでしょう、日本の選手といいますとジャイアント馬場、それからジャンボ鶴田に次いで3人目じゃないですかね。そうですね、今のレース見てますとね、相当やっぱり長州の存在というものがやっぱりその気になるようですね。はい、まあ、ドラマはさっきのシリーズで生まれたわけですけれども、その時には来日前は吉田という名前を使っておりましたが、試合が終わったら長州に変わってましたね。そうですね、この辺りもですね、非常にやっぱりレースのやっぱり読みの深さといいますかね、はい、うまいところですね。はあ、はあ、アメリカでの2人の出会いはあったんですか。これが意外にですね、長州がその49年にですね、日本でデビューした後すぐアメリカに渡りましたね。その後観察で一度だけシーズンで再現してたわけですね。ああ、なるほど、そうですか。長州力が、まあ、グリーンボーイの時代ですね。その時のリングネームですね、吉田ですからね、はい、その時のやっぱり吉田ということをやっぱりハーリーレースは覚えたんでしょうね。なるほど、まあ、その時代のことを元世界チャンピオンのハーリーレースは覚えておりまして、吉田というふうに呼んだんでありましょう。さあ、リング上相手が変わりマイク・ジュネッティとアニマル浜口であります。アニマル浜口もこのシリーズは長州力とのコンビネーションプレーがなかなか見られなかったんですけども、今日は生きのいいレスリングを見せるでしょう。さあ、ハーリーレースが後ろから羽交い締め、アニマル浜口を捉えています。マーティージュネッティにいい体勢で渡します。さすがに愛弟子ですね、いい体勢で渡しましたね、ハーリーレース。これがやっぱりレースの卓球チームの広がうまさですね。そうでしょうね。さあ、アニマル浜口を吹き飛ばすマーティージュネッティであります。どういう流れを作っていきますか。両選手が思い切って暴れまくることでやりましょう。久しぶりの松本総合体育館、館内は九分通りの入りであります。大いにお客様の方も燃えてまいりました。松本大会、さあ、いいところでハーリーレース再び登場。ハーリーレースと長州力の今日はまあシングルマッチはありませんけれども、本当にガチガチの勝負を私どもは見てますね。まあ、今のところはその卓球ですけどもね、おそらくこれはこれからいずれはですね、シングル対決は避けられないと思いますね。あ、そうですね。こうなりますと竹内さん、浜口もジュネッティもちょっと遠慮していただいて、親分2人に勝負を任せてほしいという感じがしますね。そのレースと長州のですね、絡みをたっぷりと見てほしいですね。はい、そうですね。今グレート歌舞伎は試合の流れを見ておりまして、控え室の方にやっと戻りました。リングサイドはこの4人の選手だけであります。さあ、長州力がタップロックで上がって、2人を分断いたします。さあ、このカードが見たら長州力とハーリーレースが、さあ、長州力が猛烈な勢いで飛んでまいります。竹内さん、このシリーズ長州力は外人軍団との勝負が多いですね。前半はそのジェットシーンとかなり多くやってましたけど、後半にやってガゼンパイレースとのタッグマッチが多くなってますね。はい、ということは外人軍団のトップクラスとの対決が多いということは、やはりその総決算となる10月19日ゴールデンタイムで生放送の後楽園決戦対 AWA 世界チャンピオンリック・マーテル戦のセット見ていいでしょうか。やっぱりですね、秋から来年にかけての長州はですね、これ当然やっぱり世界を目指していくわけですからね、そういう面でやっぱりこういう実践キャリアもう続々と進んでいきたいところでしょうね。なるほど。お話の間にネックフリーカードラップ元世界チャンピオンハリー・レイスが見せました。しかし長州という男はあのテリーファンクのグッドレスラーと称賛されたし、それから元世界チャンピオンクラスとの、選手というのはどうなんでしょう、ハーリーレースも含めまして相手の実力を認める眼力もあるようですね。そういうことですね。まあ、世界のトップクラスが実力を大いに認められました、その長州力。さあ、外人軍団はレイスからジュネッティであります。この辺りはまだヒロトです。もう思う通りのレスリング、長州力踊ります。おっと、相手は間違えました。アニマル浜口にタッチ。さあ、ハリーレースの顔もちょっと曇りがち。おお、ブレンバスター、ハイ角度のブレンバスターですね。しかし余裕のなんか技の連携ですね。本当に相手がマーティン・ジュネッティに変わると途端に余裕しゃくしゃくの連携、長州力。さあ、これからアニマル浜口が渡しまして、アニマル浜口ネットフィーカードラップ。さあ挟み込んでいきます。相手は軽いマーティージュネッティ、まあ、勝負を拾うならまあこの選手でしょうね。まあ、当然ジュネッティを狙うでしょうけどね、ただやっぱり調子はですね、より多くやっぱりレースとの絡みを望んでいくでしょうね。そうなんですね。ブロックバスターで相手を威嚇いたします。アニマル浜口であります。今のところハーリーレイスもそれから長州力もエープロンに下がっておりますが、どうしても松本のお客様もそうでありますが、おそらくテレビをご覧のファンの皆様も長州力とハーリーレイスのこの重厚味のあるレスリングをたっぷり見たいんではないでしょうか。この2人でどうしても決着をつけてもらいたいですね、竹内さん。そうですね、できるもんなんですね。この2人のやっぱりどちらかのホールによってこの先発を競りつけてほしいですね。そうなんですね。さあ、浜口から長州力へのつなぎ、ダブルの攻撃に出ました。さあ、エルボーを打った後、再び、さすりに入ります。目のハリエースを防ぐ長州力、正面にレースした。
突き上げます。2位リフトで突き上げました。これはノータッチです。これはノータッチです。ハーリーレースしかし気がつきません。今やっと上樋口の指令を受けましてエプロンに入りましたが、ここでタッチが行われまして、再び長州力とハーリーレース。武井さん、はい、長州力もやがては世界の器にならなくてはいけない男なんですけれども、どちらかと言いますと今までは直線的な攻撃が目立った長州力、しかしテリーファンク、あるいはテリーファンクジュニア、そしてこのハーリーレースあたりとの勝負でですね、いろんなバリエーションの攻撃を勉強してるんじゃないでしょうか。まあ、これはですね、昨年までの長州のファイトと見比べますとね、はい、もうすでに段違いの差が出てますからね。なるほど。さあハーリーレース、バーディーからスープレックス、サイドに投げ落としました。この辺りの流れを作るのがうまいハーリーレース、もうどういうレスリングもできます。アニマル浜口を一旦は場外に送り込んで、さあ若いマーティージュネッティに長州力を渡すが、さあリキラリアットが待っている。リキラリアット今強烈なリキラリアット、一発で相手を締めてカウントを崩れよ、カウントする長州力。マーティージュネッティは相手ではありません。カウントを取りましたけれども、目先の方はやはり元世界チャンピオンハーリーレースを見つめています。ハーリーレースとの勝負を望みます長州力。もう少し見たかった、そういう感じがいたしますが、しかし残念ながら今夜はタッグマッチであります。まあ勝負を勝ちに行きました、ジャパンプロレス軍団、まあ、これはしょうがないですか流れ、まあ、当然これやっぱり勝ち負けを争ってるわけですからね、勝つチャンスがある場合はこれボホールに持ってって当然ですね。そうですね、今日も大いにファンにアピールいたしましたジャパンプロレスの総帥、長州力、今後もファンにアピールするいろいろな条件を今夜のこの対決の中から学び取ったことでありましょう。元世界チャンピオンチームハーリーレースマーティージュネッティのアメリカの指定のチームでありますけれども、長州力アニマル浜口の軍門に下った試合